Doggy. Pama. Bunny. Mama-chan. Pama.最近前世はおにぎりを食べたがることがすごく増えたので、朝ごはんにおにぎりを握ることが多いです。この日はしらすのおにぎりにしました。結構大きいおにぎりの方が喜んで食べるんですよ。来た来た、食べる？おいしい？おにぎり大好きだよね。バーガー、甘い、甘いじゃん。こんにちは、高橋優です。今日は休日で、ヒロ君も前世も私も休みなので、そんな一日をお届けします。前くんがご飯食べてる間、前ヒロくんが見てくれてるので、私は今日は30週目の妊婦検診に今から行ってきます。え、乗るの？でも寝られた。うん、わかんない。似合ってるよ、おしゃれ。いい場所だ。酸っぱいね。ジュース。食べるかな、豚バラ。全ひき肉にするか。じゃん、全食べる。ちょっと待ってね、入るか。久しぶりだな、このランチ。全は牛ひき肉、弱火で。待ってる間に。勉強しよう。いけるで、それ。今作っているのは、冬ぐらいから夫婦でハマっているワンプレートランチです。前世もひき肉バージョンで作ります。一時毎日のように食べてました。滑るよ。前世。アンパンマン痛い痛いしてるから、ここでキッチンはないよ、危ないから。キッチンは触らないで。そして今動画撮ってるから。前世くん、今動画撮ってるから、ノンタッチプリーズ。あ、前世ちょっと、熱する時の油はココナッツオイルを使うことが多いです。酸化しづらい油なので、体にいいかなと思ってよく使っています。ついてないの、やばいわ。やめてもらう。
とロコモコ風。じゃじゃーん、ランチタイム食べよう。いただきます。ザクか出てきた。美味しい。ゴミ、はい、ありがとう。本当はもう食べ終わってペペーンってソファーに横になりたい気分だったりするんですけど、後々のことを考えると今やった方が楽だなっていうのをいつも思うので、もう食べた後にすぐ洗うっていうのは本当に昔からのルーティンにしています。今頑張れば後で楽って思ってやってます。さっき買ったカフェラテをご褒美で飲みます。頑張ったありがとう。さっきお散歩の時に買ったデザートに食べようと思って、うわー、バナナチョコレートクロワッサン。座り中甘いのが嫌いだったのに今めっちゃ大好き。食べよう。あれ電池に電池なくなった。うん、電池ね。できる？じゃあ、マミやろうか。できた。したら、一回オフして。これ。ペチャンして。じゃーん。はい、復活。イエーイ。おもちゃ減らさないとね、ちょっとこれ。ねえ、おもちゃの入れ替えしよう。バス行こう。バス行こう。本当に電車が大好きだね。
次はママチョコのかな、うん、もう一回書いてごらん。パパ書いて、マミ上手だよ。ゆーって書いて、丸書いて、ほっぺた書いて、お鼻を書いて、お眉毛書いて、お目目書いて、ニコーチュ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 、アンパンマ。夕飯は鶏肉の塩麹焼きにします。家族みんな大好きなメニューで、よく作ってる料理です。不思議な動き今浮いてびっくりしてたふわってしたね、ふわって。早速食べ始めちゃった。じゃじゃ、アンジー、今日ご飯なんか取ってないよ。も食べてね。うまに。おいしい。すっごい海苔食べたくなって、これ買った。塩海苔。うん、なんかごま油。味付け海苔。前世？マミ？あ、ご飯食べる。ダディ。はい。いただきまーす。ちょっとチキン食べてもらう。ちょっとこの味がどうか。ブロッコリーが美味しい。塩が。うん、ここに行ってこよう。うん、はい、夜の散歩です。美味しい。よかったね。幸せだね、自然。なんか幸せだね。休みの日っぽい、ね、あー嬉しい。ヒロ君がキウイ切ってくれてます。先生はアイスクリームライブです。まだ美味しいね、上手に食べますね。いただきます。うん、ありがとう、ひろくん。どうぞ、おやすみキュウリ。おいしいって、おいしいって、大切に食べて。キュウリもおいしいよ。デザートも食べたので、これからお風呂に入ります。なんとひろくんがゆっくり一人で入っていいよって言ってくれたので、一人で入ります。で、前世とヒロクが一緒に入って、前が上がる時に私がピックして、一緒に寝る準備をしたいと思います。はい、というわけで、これからもうちょっとしたら寝かしつけをしようと思うので、動画はこのぐらいまでにしようかなと思います。今回はゆっくりとした休日の一日のルーティーンを撮ってみました。いかがでしたか？本当にまったりした動画の部分しか撮れてないんですけど、このちょっと前も歯ブラシ嫌がってめっちゃ泣いたりとか、うがいするよって呼んでもなかなか洗面所まで来なかったりとか、お散歩する時には歩きたがらない、ベビーカーにも乗りたがらない、抱っこしてみたいな
感じでめちゃめちゃぐずったりとか、まあ、大変な時間もあるんですけど、3人で楽しい休日を過ごしました。お風呂もゆっくり浸からせてもらったので本当に感謝ですということで、この動画良かったと思ってくださった方はチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。そしてブログとインスタグラムとツイッターもやっているので、そちらもぜひ概要欄から遊びに来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。